はい、皆さんどうもピーマンでございます。てなわけで今週もやってまいりましたマインクラフト実況ウォンウォン。今週はですね、今回のこの実況動画でマイクラ実況がですね10回目突入というわけで、その10回目を記念してですね、10回目記念オブジェクト、こちらを作っていきますよ。クオリティは低いけどね、俺の実況動画にクオリティを求めちゃダメよ。ダメダメですよ。気がつけば結構やってきましたね。オブジェクトを作る場所はここにね、どでかく作っていきたいと思います。10回目って書いたね。10回目って書いたオブジェクトをここにドカーンと行きましょうよ。範囲はこれくらい足りるかな。ちょっと狭いような気がするけど、まあいいでしょう。ちなみに前回作った牧場ですね、めちゃくちゃ牛や羊がいるね。めちゃくちゃ豚気持ち悪いわ。もっとね、どでかい牧場を作るつもりだったんですけど、ちょっとクリーパーだったり、いろんなね、モンスターの妨害にあってね、結局もう中途半端な形になってしまいましたよ。あれ見てよ、あの微妙な余り。何、あのゾーン何するつもりなの、怖いよね。オッケー。じゃあね、オブジェクトはね、この白のウール、そして赤のウール、この二つでね、作っていきたいと思います。あら。ちょっと夕日が沈んでまいりましたね。夜の作業は前回の実況見たくなるので、一旦寝ましょう。あ、夜の間、夜じゃねえの？夜だよね。もう日落ちてるぜ。ねえ、夜だよね。今夜だよ。寝よう。どこだ？なんだこの画面。何この画面。意味がわからないよ。よーし、朝迎えましたね。作っていきましょうよ。えいー、尻、なんか見えてる。なんかピンクのやつ見えてる。なんなのそれ。オッケー、じゃあ作っていきましょうかね。これね、白枠で囲っていきたいと思いますので、文字をね。じゃあまずはね、ちょっと白をこう、白をポツン、ポツン、ポツンと置いて、この上にまずは1という数字をね、10回目というオブジェクトを作るので、1という数字を作っていきましょうか。ポム。で、ポム。よー、いいね、いいね、いいね。そしてここも白枠でちょっと囲っての。囲っちゃうよ。囲っちゃうよ。置けない？おーいえ、これでいいね。でとでとでと。で、土を置いて、板上に上がります。板上に上がります。そして、一気に赤のウールをどん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 。あ、高さはこれくらいでいいね。あまりにも高すぎると邪魔だからね。家が見えなくなるわ。よし、これで OK。どうだ？できてる？おー、ほうほうほう。あ、もう簡単にまず1という数字ができたね。あまりにも簡単すぎるわ。何の達成感も感じられないっていうね。そしてこれ白枠で囲っていきましょう。あ、でも範囲足りるか？10でここに0。0ね。で、貝、貝、漢字の貝ね。で、目、あた。いや、ちょっと足りないような気がするな。まあまあ、足りなかったらまた範囲広げたらいいだけの話ですからね。そして次は白枠で囲っていく作業。上がれない。上がれない。上がれたよ。よしよしよし。で、白枠でポムン、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 ポムン。で、ポムン。落ちたら C あるのみ。大丈夫。死なない？死なないよね。大丈夫だよね。落ちよう。えい、ダメージ受けるんかーい。そんな高くないぜ。言うほど高くないよね。これでダメージ受けるってどんだけ卑猥なんだよ。よーし、まず1回目。なんか不自然。何この不自然さ。何言葉にできない不自然さ。あれ何が違うんだ？なんかおかしい。なんかこのオブジェクトおかしい。白枠で囲うんじゃなかったな、これ。なんか謎の違和感感じない？みんな。感じるよね。なんだろう。あ、もしかしてここか？よしよし。ここにちょっと白枠置いてみようか。白ウール、ほい。ののの。あー、ぽくなったね。それっぽくなった。あ、ここが足りなかったのか。オッケー。なんか不自然さを感じるけど。なんか不自然さを感じる。言葉にできないね。言葉に表すことができない。俺のボキャブラリーじゃ完全無理な不自然さを感じますけど、まあこれでいいでしょう。納得しよう。納得させよう、自分を。で、次は0という数字ですね。0はね、範囲はこれくらいでいいね。あ、もうここにもウール置こうか、じゃあ。あ、全体をウールでも書こうか、じゃあ。そうなったら。ミスった。あ、でもウール足りるか、これ。そもそも論、ウールこれ足りるの？そこが心配になってきたわ。オッケー、全部囲いましょう。あ、いい感じじゃん。もう全部囲っちゃっていいね。こっちも置きましょう。置きましょう。あ、でもウールが足りないような気がしますが。まあいいでしょう。囲いましょう。囲っちゃ、おー、あー、めんどくさい。また落ちた。あー、めんどくさい。上に上がらないとダメだ。クソ、腹立つ。何合体してんねん。何お前合体しとんねん。いいんだよ、しなくて。あー、もう囲いも外れちゃったし、最悪だ。いいことなしね。いいことなし尽くしだわ。オッケー。そして、ここにも白のウールをポツンと。
ポツンと。あー、地にも置いてないじゃん。うわー、マジで？ジャンプで置けねえかな。一回試しでやってみようか。ジャンプ、あー、置けない。置けない、無理でした。まあいいや、後で置こう。そして0という数字を作っていこうかな、まずは。あそこ中途半端余ってるな。0はね、簡単だよね。このままポン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 、高さはこれくらいで、うん。そして白を置いて、あ、高さこれくらいでいいか。あ、バランス合ってるね。1とのバランスを考えてやっていかないと。 OK、 合ってるね、これで OK で、白で囲っていきましょう。あ、ちょっと待てよ、体力回復しておいた方がいいね。死ぬわ俺。落ちたら死ぬわ。ちょっと待てよ、スコップをちょっとどけて、のステーキ食いましょう。肉肉肉肉肉肉肉を食いながら作業をする男。アメリカ映画に出てきそうだな。あー、落ちた、最悪。で、いける？置けない？置けるでしょ、そこじゃない。トム、OK、いいね。トムって誰だ。謎の外人トムが出ていった、急に。うん、あー、いい、バランス合ってるね。そしてこれで枠を囲っていくんですよね。次は 赤ウールをほい000で置いていって、うん、あー、ちょっとでかいかな。あ、もう置けない。あの、なぜ落ちる、なぜに落ちる、落ちるの大好き。届け俺の思い、届、よしよしよし、違う、ノー、そこじゃない、俺の思い、そこじゃない、俺の思い、そこじゃない。ずれてる、ピーマンちょっとずれてる。え、そこ届くんかい。よし完成。ん、 あそこ置いてねえや。あー、イライラする、実にイライラする、ピーマンイライラします、腹立つわ、そこ置いとけや。なんで忘れてるのよ。で、赤枠をポム。あ、これで完成。はい、ゼロ完成したね。うわ、これ絶対でかさ足りねえな。まあいいや。で、あとは白ウールを置いていくだけの簡単な作業ですね。ポムン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 で、ポムン、あ、置けない。じゃあこっちにジャンプしようか。ジャンプ、あ、落ちる。あ、またか、また1からだ。おいおいおい、いい加減にしろよ。落ちなくていいでしょ、今の。落ちなくてもいけたでしょね、腹立つわ。で、ポンポンポンで、これで完成か。ほい、はい、完成でございますよ。10、おお、いいね、早速10ができた。次は回だね、10回目の回。あとびっくりマークもつける予定だからね。10回目の後にあのびっくりマーク、びっくりマークは簡単だよね、考える必要もないね。うわ、あそこもクリーパーいるわ。あ、ゾンビだね、完全溺れてるね。ムシムシムシ、あんなやつムシムシムシ、無視だよ、溺れて死ねバカ野郎。溺れて苦しめバカ野郎。さて、貝がちょっと難しいな。貝は四角、四角だよね、四角に作っていかないとね。完全足りてないけど、まあいいか。でと、まあとりあえず白ウールで置いていって、白ウールを、おい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 、これくらいでいいかな。で、おいおい、あー、なくなった、マジか。これちょっとまずいかもね。待って、羊から取っとこう、羊から。羊毛生えてるからね、毛をよこせ。下の毛をよこせ。いや、そんなんいらねえよ。そんな縮れた毛いらねえんだよ。普通の、普通のやつよこして。1個。1個、バカ野郎。1個。ふざけんな。どんだけだよ、ふざけんな。オッケー。あ、2個。2個。おー、いいね、2個。2個、いいね。1個死ね。どんだけだよ。おー、3個、トリプル。えい、一個、死ね。えい、えい、よこせ、よこせ。草を食いまくれ、草を。草を食って大きくなれ。毛をよこせ、そして。下の毛はいらん。縮れた毛はいりません。オッケーオッケー。次から次へと生えていくね。よし、これでだいぶ回収したよ。もうないよね。もうない、もうない。また小麦が、あ、小麦できてるね。オッケーオッケー。じゃあこれ小麦与えようよ。子供を作らないと。全部できてる。すごい勢いだ。よしよし、回収回収。あ、取れる？取れてる？オッケーオッケー。よこせよこせ、わしの毛じゃ、わしの毛じゃ、毛じゃねえよ、小麦じゃ。毛じゃねえ、毛ってなんだ。毛ってなんなんだ。よしよしよし。おー、はいはいはい。で、小麦を与えましょうよ。あの、なんで閉めちゃった？ポム、ポム、オケ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 、育て、大事に育てよ。すぐできてくれよ。また取りに来るからな。小麦ちゃん、愛情を持って育てればすぐできるよ。うん。そして小麦18個、いいね。おい、カモン。あ、捨てちゃった。オッケー。はい、お前ら、餌の時間だ。うわー、
ーお、一気に来た、気持ち悪い気持ち悪い、来んじゃねえ、来んじゃねえ、すごい勢いで来てるね。わーわーわー、怖えよ、ホラーかよ、これ。ちょっとしたホラーより怖えよ。まずは、警戒し、警戒し。うわ、興味なくしたわ。餌変えた瞬間、俺の方見向きもしなかったね。オッケー。来い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 。あ、剣持ってるな、あいつ。警戒し。イエースイエースイエース。で、小麦与えちゃうよ、皆さん。うわ、来てる来てる来てる。行こう。ジャンプしてくんな、おい。待て、おい、落ちる。なになになんで、なんで海に落ちてんの、なに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 なんで落ちてんの、なに、どうえらいことになってる。この左端の子ずっとなんか、はははは。なにこの子、この子どうなってんのよ。ちょっと待って、角っこはかわいそうだな。すごい動きしてるね。よっしゃ、行こう、一気に行こう。子供かも。子供できろ。ほいほいほい、うめえうめえうめえ。インランドもうめえ。地上ヤギうげえ。ヤギじゃねえ、羊だ。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、一気になったかな、もうないかな。よしよし、毛もできたね。子供もたくさんできたんでいいでしょう。えいえいえい。おお、経験値一気にめちゃくちゃ手に入ったね。やべえな。おお、けいよこせ、けい。けいをよこせ、けいを。ほい、おげち。まあ、これぐらいでいいでしょう。もう作業の方に取り掛かりましょう。皆さんには子作りの方を見てもらいましたけどね。すごいね。やる気でみなぎってるね。ふふ。あ、待てよ。貝が難しいな。貝をどうやって作るか。さて、次は10回目の貝ですね。貝か。こう、こんな感じね。うん。漢字。ちょっと漢字をマインクラフトで作るのはむずいね。よし、ここから作っていこうか。とりあえずここ、ゴム、人をイラつかせる天才と言っておこうか、君は。なぜそっちに置くんだ、バカ野郎。で、これで OK。あー、もう完全枠足りないね。よし、ここから置いていこうかな。ここちょっと破壊して。破壊せ、あー、ここは破壊しなくてよかったね。ここ破壊しちゃダメだよ。OK。で、ここからポン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 、日野の2トン。あの CM 気になるよね。デート、これくらい、高さはこれくらい。貝むずいな、ほんと。あ、まずい、夜になったね。ちょっと、中入ろうか。あ、何も見えない。黒のブロックにしか見えないんだけど。でかさはこれで OK かな。あ、合ってるね。あれ10、あれ真ん中。なんか間違ってるような気がするけど。間違ってるような気がするけど、このまま作業にやっていきましょうよ。このまま作業やっていこう。なんか俺が描いてる10回の回が違うような気がするけど。まあいいや、クオリティは求めないからね。とにかく完成させること。そう、それに見えたらいいから。クオリティなんていいんですよ。クオリティ気にしてたらもう作業できまへんわ。で、ジャンプ。とりあえず四角の枠はできた。さて、ここからどうする？ここから兄じゃどうします？とりあえず、売る。あー、ちょっと待てよ。これ邪魔だな。これ破壊しとこうか。やっぱ範囲足りませんでしたね。これでも足りないのか。結構大きいけどね。で、ポム、囲いを作っていこう。白の囲いを、ほい。OK。デート。こっちおいで。ポン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 。ポン。ポン。ポン。よし！で、これ中をどうするかだよね。中にもう一つ三角作ら、四角作らないとダメなんだけど、絶対これ作れないでしょ。一旦ちょっと置いてみようか。おい。あ、これわかった。ちょっとわかった。もう一回置いて。置けるでしょ？置こう。あれ？これどうするよ。これどうしましょう。あ、わかったかも。ここを破壊して、ここに赤いウール置けばいいんじゃない？ねえ。それなりになんとかなるんじゃないかな。で、ここにも赤ウールを。あれ？置けない？あ、置けたね。あー、いいじゃん。10階の階に見えるね。真ん中四角になったね。はははは。は、え、なってるよね？みんなどう？俺だけ見えるの？俺だけそう見えるの？ 10 階って確かこうだよね？階って。あ、置けない。なんで？さっき置けたよね？さっき置けたの？なんで今置けないの？あー、いいじゃん。あ、ちょっとバランスおかしい。あー、バランスおかしい、最悪。これ10階の階に見えるか？あ、わかった。これ範囲広げたらいいんだ。オッケー。そういうことね。ちょっとここ破壊しての。ここ。はい、ここ破壊します。ここ破壊します。ここ。ここ破壊します。ここ破壊します。お宅のお子さん破壊します。オッケー。へい。あ、
白のウールは破壊しなくてよかったんじゃない？まあいいか。で、ポム、ポム、一つちょっと幅を広げましょう。あ、もう一つね。ここもね。オッケー。あ、ここいらない、ここいらない。何してんの、俺。さっきからボンミスが続くね。分かったって言いながら全然分かってないっていう。あ、ウールこっち落ちてるね。回収回収、回収作業でございます。でと、幅を広げて、ではバランスが良くなると思う。あ、いいね。バランスいいじゃないか。そしてね、ここももう一つ付け加えていこうか。こんな感じ。で、ここに白のウールをポツンと置いてみよう。ほい、ほい、ほい。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。か、10回目っぽくなったよ。あ、正解だ。正解、正解。大正解来ましたよ。ようやくだ。さっきまではちょっと失敗だったけど、ああ、一つ足りてない。ここも白じゃダメなんだよ。わかってるでしょ。ここ赤でしょ。白のウール刺してくれ。はい、はい、はい。ああ、いいじゃん、10回。もう回だよね。これでいいんじゃない？目いらなくない？いる？目作ろうか。じゃあ目を作っていきましょう。あ、いいぞいいぞ。俺が思い描いてた10回目オブジェクト、徐々に近づいていってる。よっしゃ。ただこれちょっと待てよ。範囲が足りないな。範囲がね。うん、とりあえずまずは範囲を広げていかないと。この土でね。また土の回収作業に入るのか。めんどくせえ。非常にめんどくせえ。非常にめんどい。やりたかないね。やりごたえを感じないね。で、とりあえず、ポムンポムンポムン。うん。かなりでかいね。家が見えないっていう。あっちか、あっちから多分家見えないと思うよ。これでかすぎて。でかすぎるよね、ほんと。あ、範囲はこれくらいでいいかな。あー、ここも付け加えていかないとダメか。よい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 よ。土がなくなるわ。えいー。あ、そういやあれですね。3月突入ですかね。現在動画投稿日は3月の7日あたりの土曜日になってると思いますけど。ようやく寒い季節が終わり、暖かい季節、春ですよ。3月は別れの季節でもあるね。中学3年生の方、小学6年生の方、高校3年生の方は、もう卒業式迎えてますよね、確か。迎えてましたね。なんかニュースでも出てましたね。まぁ、ちょっと別れの季節で寂しい季節ではありますけど、心機一転、社会人デビューの方もいます、高校デビューの方もいますしね。頑張ってください。何を頑張るんだ。お前が頑張れっていう話ですけどね。OK。3月もね、元気にマインクラフト実況は続けていくつもりなのでね。まだこれ、今回はただ10回目記念で作ってるだけだからね。なんかちょっと最終話っぽいなんか雰囲気漂ってますけど。別に終わるわけじゃないから。まだまだ続けていくつもりだからね。100回目目指してやっていこうよ。100回目をね。あ、ちょっと待って、スコップあるか。あ、スコップあったね。スコップをちょっと土回収しないとダメだね。土すぐなくなるんだよね。そんななくならなくていいでしょ。あるでしょ。あっていいでしょ。なんか買えねえかな。買えるようにしてほしいね。材料を。マインクラフトの世界でもなんかお金という概念が欲しいね。お金代わりにエメラルドというのがありますが、そうじゃなくてマネーみたいなね。よりリアルに。リアルにしていこう。なんかそういうね、なんかの交流とかもできたらいいなと思うんですけどね。いろいろと。まあまあまあ、いろいろとまだまだ増えていきますからね。これは20年後も30年後もあるゲームでしょうね。多分やってると思うよ。僕たちの子供たちもね。それくらい幅広く、考える。しゃ、一通りこれ土はこんな感じでいいかな。こんな感じでいいね。よし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 。よし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 。ここからじゃあ作っていこうか。あー、ちょっと松明取れない。いいや、このまま放置しとこう。で、ウールをポム。次は目ですね。10回目。目。目目。めめしい。オーマイガー。何言ってんだ俺は。どうしたピーマン。急にどうした。急に、時々あのね、情緒不安定だからテンションおかしくなるからね。目はね、あ、ここ赤ウール4つ置いて、おい、おい、おい。目は縦長だよね。横長じゃダメだから。あ、わかったわかったわかった。これ簡単じゃん。で、結構高さいるな。で、とりあえず置いていこう。ポムン、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 ポムン。あ、これくらいでいいかな。あ、いいね。いいね。ハイセンスだね。わお、なんで落ちるんだ。何その一回一回落ちるやつ。腹立つわ。落ちなくていいでしょ。人生落ちまくりじゃねえか。最悪だね。で、あ、待てよ。ここに白ウール置かないとダメだから、ちょっと白ウールを置いていこうか。どうだ。高さ的にはこれで OK か。で、真ん中に2本の線を入れないとダメだからね。真ん中に2本。真ん中じゃないけど。足りるか？なんか変な違和感とか出てこないよね。大丈夫？オケ。オケ。あ、オケた、オケた。よかった、よかった。で、あ、ん？なんでオケないの？よくオケるオケない判定がよくわからない。
腹立つな、あんなとこ繋げてどうすんだ。中で1っていう数字が完成してるね。そんなのいいんだよ。さっき作ったバカじゃねえか、ふざけんな。ふざけんな、なかなかふざけんな。オッケー。よしよしよし、これで完成か。あ、もうなんでそこ破壊するの、バカ野郎。なかなかバカ野郎、ふざけんな、バカ野郎。あ、オーケーオーケーオーケー。あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、目っぽい。よし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 。完成だ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 。あら、案外簡単に完成したね。やりごたえを感じないわ。達成感がまるでない。で、あ、これだけちょっと大きくなるね。オッケーオッケー。じゃあ大きくしようか。いや、待てよ。こっちにも白のウール置いていこう。こっちにもね。おどどどどどど。おどどどどどどど。どどど。囲いを大きくしていこう。もう一段付け加えろなんて俺は一言も言ってないぞ、バカ野郎。後ろに落ちるんかい、ハゲ。オッケー。ほい。で、ポン、ポム、ポム、ポポ、ポッ。あれ腹立つわ、OK や。ちゃんと OK や。OK、ナイス。あ、ちょっと待って、体力がないな。体力がない。ステーキ食いながらやろう。肉食いながら作業しよう。ワイルドだろ？おいえい。ああ、いいじゃん。めちゃくちゃでかいけど、10回目オブジェクト。そして、このまた、この間に白ウールを。あ、これ一番上届くか。もうなんでそれミスんの、腹立つわ。このミス、このミス腹立つよね。ああー、ここ置くの忘れてた。あかん、何してんの俺。わーお、こんなボンミスありますか皆さん。なか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 ボンミスですよ。なかなかのボンミスだね。めんどくせえボンミスだよ。あー、ほい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 。あー、ちょっと待って、上上がれない。ウール破壊しよう。ウール破壊、ウール破壊しまーす。で、また置けない。ウール破壊しまーす。はい、先ほどの上にやってまいりました。これで OK だよね。ほんで、これにウールをポツンと置いて、またこっちから降りよう。あ、でもこの高さから降りたら CR のみかもしれない。見てる。気持ち悪い。牛見てる。めちゃくちゃいるな、よく考えた。あ、この角度から自分の家を見たのは初めてだな、この高さからね。あー、うんこだね。うんこそのものだね。あ、でもこっちから見たら屋根っぽいね、やっぱ。正面から見たらただのうんこだけど、こっちから見たら、あー、なんかちょっと安心したわ。報われた感じがしたね。今までうんこにしか見えなかったんだけど、見方によっちゃやっぱ屋根に見えてるね。あー、よかったよかった。で、これ置ける？あ、置けないね。あー、もう土をこう、めんどくせえな。ちょっとイラってきたね今。置けるでしょ、置けていいでしょ。多少置けていいんだよ。多少浮いてもいいんですよ。浮く能力はねえのか。あっていいでしょ。で、ポム。はぁ、俺をイラつかせる天才と言っておこうか。俺の指よ。俺の指。俺の意志とは違うことをするんじゃない。自分の指に切れるっていうね、なかなか斬新な男ですよ。よっしゃ、これで目が完成。いいね、バランスもいい。ちょっとでかい。目はでかいけどね。うん。よし、あとは10回目の後のびっくりマークですね。これで完成。よし、寝よう寝よう寝よう。夜来たからね、夜の作業とかやってられんわ、お前。クリーパー来てこれで破壊されたら、お前一からだからね、言っとくけど。俺そんな手があったらブチ切れるからね、よろしく皆さん。ね。結構な勢いでブチ切れるからね。何これって。何これ、珍百景ってブチ切れるから、よろしく。んー、ちょっと待てよ、範囲足りるか？土置いとかないとダメかな？ちょっと土、こっちにも置こうか。土、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 おいえ。なぜにここに置きたがるのか。あ、単位は足りるね。足りるよね。足りちゃったよね。ウールも足りるね。よし、最後はびっくりマーク。びっくりマークはもう簡単だよね。これで、もう、そこじゃない。ね。そこじゃない。あ、ここでもいいかな。あ、ここでいいね。ここでいい。うん。で、簡単簡単簡単。白のウールを置いて。あ、待てよ。あ、いいね。で、白のウールを置いて。ほう、ほう、ほう、ほう。で、最後は、またまた白のウールをポン。あ、これで完成。もう、見て、みんな。めちゃくちゃ早いよ。ね。達成感はまるで感じられないけど。あ、作業をやったなって感じがしないけど。いやいや、もうこれで完成だからね。うん、うん。で、こっちも置いていこう。うん、うん。で、うん。両方置いていこう。うん。ウールがなくなった。あー、よかった。ギリギリ足りたね。足りた、足りた。羊のおかげだね。羊買ってなかった。これ足りてないからね。作業完成しないまま実況動画終わってたかもしれない。羊に感謝。で、降りよう。わお、ダメージすごい食らうね。あーい、かん。ん？なんかあそこ。あー、一個。ちょっと一個足りないな。ここに、こっちだ。
こっちに赤ウールを。これで多分違和感はなくなるはず。はい、完成です。10回目オブジェクト、かなりでかいけどね。かなりのでかさなんだけど、無事完成いたしましたよ。よかったら最後はね、この木の柵角で囲っていきましょう。木の柵でね。なんか謎の違和感持ってる方いるかもしれませんけど、言葉で表せないやつね。そこんとこもう言葉にする必要ないから、無視しといて。クオリティは低いって言ったでしょ。ね、俺にクオリティ求めちゃダメだから、クオリティという言葉から最も遠い男、それが私ピーマンですからね。よろしくお。よろしくおですよ。あとはこの柵で、ポム、あ、足りないね。また作らないとダメだ。オッケー。ああ、なんで一個外すんだい。何その間。何その間。でもこれかなりでかいよ。邪魔で仕方ねえな、正直。邪魔で仕方がないって、まあいいか。まあ、邪魔でいいんだよ。多少邪魔なものもあっていいんだよ。こんなうんこハウス他人には見せられないからね。これで妨害しよう。これで見られないようにしよう。ああ、全然柵足りないね。柵は木で作るのか、木の棒が必要なのか。オッケー、木の棒で。うん、これを18個あれば足りると思うね。部品名じゃねえんだよ。みんな一斉泣くんじゃねえ。何言ってんのかわかんねえよ。伝わらねえよ、それじゃ。泣けば伝わると思うなよ、バカ野郎。あ、よし、よし、よし。よし、よし。よし。で、ここに土を置いて。で、土。で、松明。ちょっと、あ、松明あるね。松明手元ある。よし、これで完成ですね。はい、10回目オブジェクト。皆さんどうでしょうかね。いいんじゃないでしょうか。かなりのデカさだけどね。いや、いいね。かなりでかいサイズの10回目。記念に残りましたね。これ朝起きて横見たら、ああ、マインクラフト10回目達成したんだなっていうのが、わかるね。実況10回目来たんだなっていうのが、正直邪魔で仕方ないけどね。あっちの景色が見えなくなったっていう。あっちの景色見るの毎朝楽しみにしてたのね。ああ、寝たで横見たら何これってなるよね。邪魔な、正直。正直言っていい？正直作るんじゃなかったなと思ってる。いやいや、まあいいでしょう。今回はね、10回目記念オブジェクトをこの10回目記念で作ってみましたがね、かなりいい感じで、これを見たら10回目達成したんだなということがわかりますね。まあ正直あっちの景色見えないのは辛いけどね、あっちの景色こんな感じです。かなりのデカさですが、まあいいでしょう。記念として残しておきたいか。OK! じゃあ今回はこれにて終わりにしたいと思いますよ。うん、今回は10回目記念オブジェクトを作ってみましたが、なかなかいい感じでいいんじゃないでしょうか。来週はですね、一旦実況をお休みしてですね、マインクラフト名場面集パート2をお送りいたします。パート1の方は出しましたよね。あれと同じ感じでですね、ピーマンが面白かったなと思うシーンをですね、この6回目から10回目のシーンで切り取ってですね、全部一気に面白かったシーンを流していくという動画でございますので、来週はそちらの方をね、見てくださると嬉しいです。そして再来週はまた実況。再来週はね、ピーマン予定してるのは、ちょっともうそろそろ洞窟探検に行かないとなと思ってるので、洞窟探検をしようかなと思いますので、再来週の実況も楽しみに待っていただけると嬉しいです。じゃあ来週のマインクラフト名場面集もしよかったら見てね。バイバイキー、また会おう。